んた。あんた、なんで？なんかよ、後味悪いじゃねえか。あのまま行ったんじゃ。それによ、お前が二人目だったんだ。俺のこと信じてくれたのがよ。今度はお前の番だ。ここまで来れば大丈夫だ。あとは溺れ死ぬ前に陸地に上がれるかどうかが問題だ。お前には時間がない。先に行け。せやけど俺は。お前は死刑囚だ。脱獄したら真っ先に殺に追われるのはお前だ。あんた、それに俺には切り札がある。さっき署長室で探してた奴のことか。ああ、これさえありゃ俺はまだ這い上がれる。さあ行け。ほなな、兄弟。兄弟。ああ、形はどうあれ、俺とあんたは同じ罪を犯した仲間、兄弟や。佐江島。佐江島、こっから無事出てやるべきことがあったら二人で組んでやり直そうぜ。俺とお前が組みゃ最強だ。東上界、いや日本の頂点だって夢じゃねえな。どうだ、いい話だろ。浜崎、だからお前はこっから浜崎逃がさねえぞこの野郎。浜崎、さあ佐江島、キリュウだ。こっから出たらキリュウって男のとこへ行け。何やと、何言うとるんじゃ。おい、そいつは沖縄にいる。その男を頼れ。キリュウだぞ。いいな。浜崎、おい。何すんだ、離せよ。おい、やめろ。おい、やめろ。浜崎、くそ。
マメ、ちゃんと言うこと聞かないとダメだよ。ちょっとマメ、どうしたの？いつもはおとなしいのに。マメ！マメってば。起こしてごめんね。ゆっくり休んでて。じゃあ私はおじさんに連絡してくるね。ちょっと。どうしたんだ、ハルカ。おじさん、おかえり。ああ、もう大丈夫なのか。うん、大丈夫みたいだよ。うん。あ、そうだ、私ちょっと町のスーパーまで行ってくるね。晩ご飯の用意しなくちゃ。ん？ああ。それじゃあ、行ってくるね。